バッティカロア県は、スリランカ東部州に属する県。県とはバッティカロア。バッティカロア県は、スリランカ東海岸東部州の中央部に位置している。面積は2854平方キロメートル。北で、東部州のトリンコマリー県、南で、道アンパーラ県、西で、北中部州のポロナルワ県と接している。アンパーラ県は1958年に、 バッティカロア県より分離した県である。バッティカロア県は14の軍から構成されている。軍はさらに346の GN 地区から構成されている。2012年時点のバッティカロア県の人口は525,142人。人口の大部分はスリランカタミルが占める。バッティカロア県の人口動体は東部州の他県や北部州と同じように、 2009年まで続いた内戦により大きな影響を受けている。この内戦における死者は10万人に上ると推定されており、また内戦期間を通じて数十万から百万とも言われるタミル人が西側諸国などへ移住した。それ以外でも多くのタミル人が比較的安全なコロンボへと移住している。タミル人以外の民族、宗教グループも同様に スリランカ各地へと逃れており、内戦の終結後は、こうした避難民の多くが帰還している。ありがとうございます。